それではじゃあ次のコーナーにね、行きたいと思います。引き続きお付き合いください。ホリプロ保育園と日経デュアルさん、日経トレンディネットさんがコラボしまして、毎回ですね子育てグッズを、お試しさせていただいております。で、こちらが、日経デュアルさんのホームページになっております。はいね、働くママとパパの役立つノウハウ情報サイトということで、今日ですね、ホリプロ保育園の連載もアップされております。 LINE、キッズ動画お試ししましてね、それが載ってるのでぜひチェックしてみてください。日経トレンディネットさんのホームページはこちらです。こちらにもですね、連載の1ページ目が載ってるのでぜひチェックしてみてください。 LINE キッズ動画良かったですよ、本当なんかねちゃんとしてる子供向けに分かりやすく使いやすい、LINE ってありますでしょ、あれの、動画アプリが今あって無料でいっぱい見れるんですよ、子供向けの動画が。でちょっとねやっぱ LINE さんならではの工夫がたくさんされていて面白かったので、よぜひ見てください。はい、ということで今日はですね、今日のグッズは何かなとコメントいただいておりますけれども、お二人に防災ピクニックっていうものをご説明いただいて、安田がそれをお試ししたいなと今回は考えております。さあ防災ピクニック、またこの防災とピクニックってなかなか一緒にならない単語ですけれども、どんなものなのか教えていただいていいですか。はい、もうそのままで防災の視点を持ったピクニックに行こうっていうことで、はい、まず最初におすすめしているのが、はい、お弁当の代わりに非常食を持って公園に行こうっていう。公園でいいんですか。公園でもいいです。もうとにかく最初の敷居はこう低い方が怖いので、うんうんうん、まず 何でもいいので体験してもらうことが、はい、体験して何かを感じてもらうことが一番大切だと思いますので、うんうんうん、もう本当に最初なかなかっていう方はそこから始めていただければなっていうふうに。へえ、ピクニックね、はい、へえいいじゃん、何それって来てますね。なるほど。一つですね、はい、やっぱりこのお話を集めた時に、はい、アウトドア経験がある方とそのお子さんっていうのが比較的そのストレス具合が低かったっていうのがありまして、例えば暗闇の中で生活をしないといけないとか、うんうん、外でご飯を食べるとか、まあ、トイレのこととかもありますけれども、そうですね、そういうことに対するストレスがすごくこうお話を聞く中でやっぱり低かった、うん、いつものあれでしょっていう感じだったっていうのを聞いて、うんうんうん、アウトドアかと思って私もその夫がアウトドア派で、はい、富士を楽しむことをやりに行こうみたいなこと言われたんですけど、いやいや富士は楽しまなくていいよっていうことで長い間、はい、やらなかったんですけど、はいはい、もしなんかその自分の怠慢で子供がそのストレスがもし災害にあった時にそのストレス軽減できないってなると良くないなと思うので、なんとかこの自分がアウトドアに、アウトドアにっていうかその始めるにはどうしたらいいかなと思った時に、はい、例えばそう、あと非常食も試してみた方がいいよって言われてもなかなか結構高い、うん、お高いですし、そうなんですよね、なんかなんかもったい、まだなんか賞味期限があるからなんかもったいない気がして、わかります、してなかったんですけど、うんうん、でもなんかそうやってしない自分をいろいろ考えた時に、例えば800円とか1000円する非常食とかも今ありますけれども、はい、良さそうなんですけど高いよなと思って、うん、でも動物園や遊園地に行った時には800円ぐらいのランチしますよね。そうですよね。でそこの800円払えるんだけど非常食には払えないんですよね。本当だ。じゃあイベントにしちゃえばいいんだっていうことで、家族のレジャーで非常食を食べちゃえば、お家で食べるってなると多分この800円するの開けちゃったなみたいな感じですけど野外に持ち出して、うんうんうん、お弁当の代わりの800円だったら多分ちょっと何でしょう、心理的抵抗があるっていうか、でこれもね、なんかみんなで持ち寄りパーティーをすると、はい、非常食の持ち寄りパーティーみたいな感じでピクニックをすると楽しいですし、これちょっと一口食べさせてなんつって公開しながら、知らないやついっぱい売ってるの、みんな持ってきてくれるから結構いいパーティーね、で盛り上がる。例えばその
ちょっとこう味に問題があるようなところもあるような、うんうん、あの非常食があっても女性がそれだけいるのでみんな勝手な商品開発部の人になってこれもうちょっとこうしたらいいんじゃないみたいな、うんうん、このあのこれの残り汁はこう使えばいいみたいなことをみんながなんかでもそれで備えればいいわけじゃないんですか、うん、だから本当に楽しいし本当に盛り上がるんだよなんかすごそう、うるさそう、みんなね、ワイワイしてね。ここで扱ってるのは非常食とか非常グッズなんですけどもなんかこう、ちょっとした女子会みたいな。なるほどね、ピクニックに行こうっていう、いいですね、皆さんいかがですか。いいね、いいね、お弁当作らなくていいしそれもありますね。斬新、斬新、なるほどね。キャンプやった方がいいかなみたいなのも来てますね。でキャンプも本当にそう思うんですけれども、うんうんうん、キャンプも全部をいっぺんにやろうと思うと大変なので、はい、パーツに分けてやりましょうっていう話をしてて、パーツ例えば今回はテントに泊まるっていうことがテーマなので、はい、お料理の方は近所に食べに行くとかですね、あの買ってきたものを食べるとか、はいはい、それ多分フルで泊まって、はい、あの炊き出しをしてってなるとすごい大変なんですけれども、もう本当にバンガローみたいなところに泊まって最初は暗闇を体験するっていうだけでも違うと思うんです、うんうん、夜には夜のこう多彩的なお試しグッズってあって、やっぱり懐中電灯とか真っ暗な中で試してみると使い勝手とかも分かるので。確かに懐中電灯暗闇でつけたことないですね。ですよね。つくかな、あ、OK みたいな、それだけで。じゃあ実際に暗がりで試したこととかない。いやー、これはちょっとなんか手薄すぎるな、本当にちょっと反省しつつですが。そう、なるほどね、はい。で、あの試しにですね、私がその家にある防災グッズを写真にちょっと撮ってきました。で、お二人にけんけんがくがく言ってもらうのを覚悟で持ってきました。はい、こちらです。見えますかね。これね、リュックに自分で選んで私は詰めたんですね。あの買った、あの買ったセットになってるやつじゃなくて自分で全部詰めて、応援帳たくさん入ってるねって来てますけども、実はこれちょっと減らして写真撮ってますあの同じものが 2,3 個あるのでそういうの省いて、そしたら重くてしょえなかったです。これ重いで測ったら 9.2 キロありました。で、私今9ヶ月の娘いるんで両方やったらもう動けませんっていう、なんかちょっと愕然としまして、これ どうでしょう、これまずすごいいいサンプルだと思います。あ、本当ですか。これね、これどこがどうですかね。あのまずですね、重いってお話をされていらっしゃいました、はい、缶詰類とかも多いですよね。缶詰多いですね。これがやっぱり一つ重くなる理由かなと。あ、なるほど。あと、あのその缶詰がダメっていうわけじゃなくて、うんうんうん、あくまでも組み合わせっていう意味ではかさばっちゃうし、ちょっと重いかもしれないなというふうに思うのと、うんうん、はい、あとはこれってどういう組み合わせで召し上がる予定ですか。全くノープランですね。もうなんか私もそうだったんですよ。でも生活なので、避難って言っても避難生活なので。ああ、そうか。献立っていうほどできなくても、やっぱり考えないと、できるだけその日常の献立に沿わせて、うんうん、あの最初は食べるものっていうところですけれども、うん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 、できたらなんかそのやっぱり美味しいものの方がいいですね。そうですよね、やっぱ元気をもらえますからね、そこからね。一つ、あ、そうなんです、はい、あのあこれを、はい、そう、非常食って私も、はい、なんか非常食っていうのを入れとけばいいんでしょと思ってたんですね。家族揃ってればいいかなと思ったんですけれども、はい、役割を考えた時に、はい、あのまあ、これもじゃあどういうのを備えればいいのかなっていう時に、この体験談から非常食って何かなっていうのを考えた時に、はい、第一
にはやっぱり生きるために何か食べないといけないっていうことが、はい、このあるかなと思うんですけれども、それだけじゃなくて体のケアっていうのもあるんですね。そうですよね。栄養素が欠けると栄養を取らないとね、子供をね、結構あの支援品としては葉物野菜とか効きにくいんですよ。やっぱり腐らないものをそうですよね。そうした時にやっぱりこうビタミン不足由来のとかカルシウム不足由来のなんかいろんな病気になってる方もたくさんいらっしゃったりして、あとあのカルシウムってやっぱり日常でもそうですね、イライラをね取ってくれるって言いますもんね。だからなんかそのやっぱりこう不安定な中で、あの少しそれを軽減するにはやっぱりカルシウムが取れるようなものも備えておく方がいいのかなっていう。でもう一つがですね、メンタルケアっていうのがやっぱりあったかいものを食べた時に皆さん涙が出たっていうコメントがすごく多くて、あったかい食事ですね、ありがとうございます。これもなんか体験談からじゃあどんなことがそのあったかいご飯って必要なのかなっていうのをまとめた時に、やっぱり一つはそのホッとするっていうこともあるかと思いますし、その後いろいろ調べていったら 1日の食事の中で特に一番最後の食事で、体の中からこう温めてあげると寝つきが良くなる、これなんか難しい言い方してますけど、眠れない時ってホットミルク飲めばね、ホットココアとかね、飲みますよね。あれと同じでやっぱり体温が1回上がると寝つきが良くなるっていう、これも寝れない状態だとは思うんですよね。でもそういう状況の中で少しでも寝つきを良くするためにはそういった工夫も、あったかいご飯が取れる工夫っていうのも必要かなと思いますし、あとは前向きな気持ちをやっぱりあったかいものを食べた時に感じたっていう方が多くて、食事っていう話をしてますけど、これも個人差があるんですけれども、一日の始まりは絶対コーヒーじゃないとダメだとかいう方は、コーヒーは飲めるような準備を、温かいコーヒーをですね、飲める準備をしておくのも、でもそれって万人の人に聞くわけじゃなくて、やっぱりその個々人で何が元気になるのかって違うと思うんですよね。ポイントはこういうところで、あとはじゃあ自分だったらどうかなっていうところ、自分や家族はどうかなっていうので備えていく方がいいのかなっていうふうに。そうですね。私のこの中であったかさゼロですね。もう全くスパムとかワシタポークとか入ってますけど、なんかとりあえず肉入れときゃいいだろうと思って入れたんですよね。粉ミルクがね。粉ミルク。ミネラルウォーターで溶けないの。あ、そうなんですか。溶けないんですよ。皆さんね、あのよくおばあちゃんとかいいお水って言ってね、溶かしていらっしゃるようなんですが、ミネラル入っているミネラルウォーターは粉ミルク溶けないので、その辺もちょっとね考えていただくといいかもしれないですね。じゃあこの粉ミルク意味ないですね、全く。でもしかも水じゃ溶けないですよね。そうそうそう、お湯じゃなきゃね、お湯沸かせないですね、私が持ってるもので何にも。北海道が入ってますけど、北海道あとなんかあのアロマキャンドルだけ入ってます、私。でもアロマキャンドルは気持ちのリフレッシュに、情緒の安定になるので、それはいいかなと思いますね。いや、なんかちょっとでも明るさ、真っ暗になった時に。そうですね。あと避難所って匂いがとってもきついので、やはり他人の匂いって不快に感じる方もいらっしゃるから、そういう意味ではあのそれはいいと思います。あ、でもマッチとかがない。そうなんですね。私見た時にどうやってつけたの、火でこうね、こうやっていつつくかな。うわ、もう全然ダメじゃないですか。あら、でもひどい。これを一度持っていっていただいて、はい、使ってみると今のことに気づくんですね、自分で。ね、このろうそくつけようと思った時に、あれっていう、その気づきがすごくいいことで、大事ですね。で、たまにその防災ピクニックですごく真面目なお母さんが、火をつけてなかったってすごい落ち込まれるんですけど、今気づいてよかったですねっていう。そうですよね。今気づいて、今準備すればいいことなので、本当にそういう意味では持ち出してみて、チェックってそんなに難しくないので、使ってみようと思った時に使えるかっていう。そうですね。ことですので、そしてこれは何でしょうか。温める方法として、今例えばこういう
何でしょう、ペットボトルを温められるような、はい、あのこういうこれを両方入れると温められるんですか、ね、はい、これで温められるんですか、はい、これをこの中に入れて、これ入れて、入れて、これも入れて、はい、であとペットボトルを刺すと、ここに刺すんですか、はい、ここに刺していただくと温まるんですか、温まるっていう、ただすごく熱いけど、赤ちゃんのミルク作りと か、はい、なんかあのお湯が沸いたぐらいの感じで、はいはいはい、これで調理をするってことはできない、なるほど、ね、沸騰するとかそこまでなるわけじゃなくて、あ、発熱剤を入れてこうやって温められるんですね。あとこうあのレトルトパックだったらこういう、はい、なんかいろんなメーカーさんが出てるんですけれども、はい、あのなんですか、これも袋の中に入れていた同じ仕組みですよね、はいはいはい、2つぐらい素材があって、はい、それをこのパックに入れると、うん、あのレトルト、はいはい、はい、へえ、あ、レトルトの例えばカレーとかをこの中に、この袋の中に入れて缶詰とか、はい、この発熱剤を入れて、これは水を入れるタイプなんですけども、あのそれは飲料水じゃなくてもいいんです、はい、水を入れれば、うんうん、あの蒸気がわーって出てきて温められるっていう、こういうの売ってるんですね。え、これどこで売ってるんですか？防災ショップにもあります。ネットでも買えますし、あとはアウトドアショップとかにも。へえ、すごい。ただあのメリットはすごく安全にというか、うんうん、あの余震がある中でも、まあ、比較的安全に、うんうん、あの温かいものが取れるっていうメリットはあるんですけれども、コストがちょっとですね、あの主婦なので、そうですね、だと1回100円ぐらいかかっちゃうんですよね。でだからミルクをどれぐらい飲むかなって考えた時にちょっとお値段はかかってしまうんですね。 でもミルクは作れるっていう、そうですね、まあ毎食じゃなくてもね、1日に1回だけは温かいもの食べようとか、そういう使い方もできますよね。うちは趣味を廃棄ってアウトドアにしようっていうふうに決めたので、あのやっぱりコストが気になったので、はい、なんかこういうこれもアウトドアショップとかで普通に売ってる、はい、あの山ごはんとかを作れるやつなんですけども、はいはい、この中にこれは鍋なんですけれども、ホットクが入ってて、はい、あのガスが入ってるっていうので、 お湯が簡単にあの こういう感じで取り付けて、あ、はいはいはい、あの簡単にこう沸かせるので、はいはいはい、やらない方は高いんですよ、あのやっぱり。なるほど。でもアウトドアをその分何回もやって、ね、はい、あの喧嘩焼却すれば値段が気にならなくなるかなっていうので、レジャーというね、レジャーでお金使えますか、買えないんですけ ど、 なるほど、レジャーとしては購入できるよねって言って、うんうんうん、もう買ってしまったから行かなくてはっていう。そうか、じゃあでもこれでもうお湯が沸かせられちゃうんですね、はい、はいはい、ガスバーナーみたいになってるのかな、はい、で乗せて、でこれも最初から山ご飯を作ろうと思うとやっぱりこう敷居が高くなるので、はい、最初はあのアルファ米を持ってお湯だけ沸かそうと、そこから始めたんですけど、なるほど、そうか、ちょっといろいろ私今ちょっと落ち込みつつちょっとやばいなと思ってます。なるほどね。でもこれもどれが一番おすすめっていうのはなくって、はい、試してみた時にやっぱりどうかっていうことだと思うので、うんうんうん、ね、私はたまたま今これをメインに使ってますけども、うん、あのやっぱあのメンバーの中にもやっぱりアウトドアはしないのでこっちお金かかってもこっちはいいやっていう方もいますし、うんうん、それはでもどれが正しいではなくて、うん、そこのお家のがどうやって備えるかなっていうところかなと、うん、なるほどね。いや、防災ピクニック、これは面白そうですよ、ね、あ、コメントも盛り上がってますね。知らなかった、高い、何を取るかだねって来てますね、うん、で100円くらいなら全然いいっておっしゃってますね。あったかいミルクをあげたい、うん、そうだね、防災ショップ行ってみようかなって。いや、私も行ってみよう。なんか面白そうですもんね、こういうのね、あるんだ。そうなんです、そうなんです。で、これはもうこの辺のなんかそういう登山とか、はい、あの防災の専門のものなんですけれども、はい、うんうん、あの体験談の中で結局小さいお子さんがいる家庭の方を皆さんって言っていいのか分からないですけど、ほとんどの方がお家に帰られたっていう、うん、やっぱ体育館でちっちゃい子がいてってなかなか、ね、もちろんお家がなくなってしまった方は避難所でっていうことになるんですけれども、うんうんうん、半壊の状態だったけどお家で過ごされたっていう方も
いらっしゃったりする話を聞いた時に、うん、そのどうしても体育館で過ごさないといけない時の赤ちゃん対策をどうしようかなと思った時にですね、はい、ちょうどこれから夏じゃないですか、はい、お、何ですか、あの普通の夏の、はい、浮き輪、これ浮き輪なんですけど、浮き輪ですね、浮き輪で、これ下にタオルを引いてこれを膨らませると、はい、赤ちゃんここに乗せて、ちょっとこう、はい、柔らかいベッドみたいな感じで、あとまた膨らませないんですよ、これも、まあ、これは海用なので、はい、まあ、それなりのお値段したんですけども、はい、これは100円にあったやつなんですけど、まだ夏のレジャー用としては試してこの前買ったので試してないんですけど、はい、こういうのも膨らませるとベッドになるかなっていう、へえ、あ、なるほど、だからなんか専門グッズじゃないといけないっていうわけじゃないんですよね、この辺が子供と一緒にそうスーパーとか百均とかに行くと楽しい部分なんで、ね、なるほど、で使えるんじゃないかなっていう、ま、別に大人の枕でもいいですし、でこういうのこれがいいなと思ったのが、この手のがいいなと思ったのが、うんうん、畳むとすごくちっちゃくなるんですよね、だから確かにこれはぺったりしてますもんね、だからその重さもそんなに多分気にならないと思うので、これをその避難バッグに入れておけばで季節のものなので、はい、使わない日の方が多いじゃないですか、そうですね、だからしまうところを避難バッグにしとけば、使う時だけそこから取り出して、使えばいいかなっていう、なるほど、あとこんななんかこれは飛ばして遊ぶものらしいんですよ、同じ100均であるんですけども、はいはい、でもこれもちょっと座る時のものにも、そうですね、ちょっとクッションが入ってて、だから一つで何個何通りもの使い方があるようなものをおすすめしているんですけど、そうすると荷物が少なくなるので、なので子供に持たせるものとしてはなんかこういったものもいいのかなっていうふうに、こういうのもおもちゃにもそうですね、なんかその辺は本当に、はい、専門グッズじゃないといけないっていうことはないので、はい、わかりました。じゃあちょっと私この防災ピクニック実際に子供と出かけてみたいと思います、はい、はい、ちょっとなんか楽しそう、どうなることやらという気もしますが、で、その模様はですね、次回のホリプロ保育園のオンエア日ですね、次はですね、7月3日になります、7月3日の日経デュアルさん、そして日経トレンディネットさんに掲載しますので、こちらもぜひお楽しみにということで、はい、今日楽しかったな、面白かったなって来てます、主婦発想感心感心ね、どんどん出てくるってどんどん出てくるのが楽しいんですよね、でもそう、これ本当楽しくできますね、これね、子供のアイデアも本当に大きいので、実際に子供と試してみるっていうのがいいですよね、でアイデアが出てくると子供もすごい自信になるのでお母さん、いいの思いついちゃったらですね、鼻膨らましてね、ねえ、なるほどね、はい、ということで、じゃあ防災ピクニックね、お試ししてみたいと思います。さあ、エンディング、ちょっとだいぶ時間が過ぎてしまいましたが、盛り上がりましたね、今日ね、ありがとうございます。さあ、今週のエンディングのコーナーに行きたいと思います、お子さんのね、かわいいお写真をご紹介しております。さあ、今日のお写真はこちらです、じゃじゃん、レイチェルの娘ちゃん2歳のお写真です。来た、ワールドカップということでね、最近はぬいぐるみのボールを蹴ってサッカーの真似事をしていますと、特技はカズダンスです。代表のこのユニフォームはサッカー大好きのおばあちゃん、鎌本時代からのサッカーファンなんですって、そのおばあちゃんがプレゼントをしてくれましたといただきました。ありがとうございます、かわいい、2歳でね、いや、こういうね姿ね、ユニフォームとかもこれずるいですよね、かわいいに、もうね、キュンキュン来ちゃいますけど、はい、ワールドカップでね盛り上がっていただきたいと思います、親子でね、はい、今週のエンジングのコーナーでした。皆さんね、お子さんのかわいいお写真お待ちしてます、送ってください。はい、さあ今日はですね、NPO 法人ママプラグの、理事長
ローのりこさん、そしてすぐろめぐみさんをお迎えしてお届けしました。ありがとうございました。いや、なんか楽しくなってきました。ぜひ、ね、うん、ね、はい、あの最後にじゃあ視聴者の皆さんにメッセージをお願いしていいですか。はい、なんかにゃん楽しい、こういうのもすいません、女子みたいな、あなた言ってよみたいな、なんかそう、防災ピクニックでやった、はい、成功談失敗、成功談もですけど、はい、できたら失敗なんかはぜひあのこちらのホームページに、はい、あの送っていただきましたら、みんなでシェアしていくとまたそれも楽しいので、なるほど、失敗自慢を送っていただければと思います。はい、皆さんどしどしとお待ちしております。ぜひ、ね、ホームページチェックしてくださいね。はい、ありがとうございました。さあ、次回は、第1週の木曜日ですね、7月3日お昼12時からの生放送になります。また次回お会いしましょう。今日もありがとうございました。バイバーイ。コメントありがとうございます。